今日の気温30度近いんだけど、アニャセヨ、ニケイです。今から食べるのはお肉だけど、ものごっついお肉を食べます。写真で見た時からこのお肉は何なんだろうって思ってて、場所がイクソンドンっていうおしゃれなカフェだったりベーカリーがある、まあおしゃれなとこなんですよね。そんなおしゃれなとこなんだけど、手前の方はローカル店、そういうのが集結してるから、おしゃれとは全くかけ離れたお店に行きます。ってことで、チョンノ三ヶ駅の6番口が最寄りの出口になるんで、こっから行きますか。近くに路地があるんだけど、ここからイクソンドンの方に入っていきます。ここら辺って焼肉が密集しているエリアになっていて、この近くにもこんな感じで皆さんお昼過ぎから焼肉を楽しんでます。目の前にもカルメギサルのお店があるね。焼肉ストリートっぽくなってるんだけど、ここで皆さん1時過ぎとか夕方から焼肉楽しむ方多くて、そのすぐ近くにイクソンジョン焼っていう今回行くお店があります。この通りすぐ目の前におしゃれな街並み、イクソンドンザ観光地っていうのが広がってて、皆さんはこっちの方に行くことが多いと思うんですよね。僕も結構こっちの方ばっか紹介してるからね。でも今回はローカル側を楽しんでいこうか。メニューには英語も書いてあるんで、なんとなくわかるかなとは思う。注文したらトッピング出てくるんだけど、まあよく見るようなトッピングかな。サンチュなのかサードなのかわかんない大きさの葉っぱあるな。おっちゃんがね、お店の前で炭用意してたんですよね。そんな炭を今置いてくれました。でじゃーん。ってことで今回注文したごっついお肉です。ちょっと見にくいですね。カックカンジョンっていうブロック状の形になってるハンジョンサルっていうお肉。ハンジョンサルはトントロを刺すんだけど、これはもうすごいね。写真撮ってたら見かねて焼いてくれた。このお店自分で焼きます。ただ大変なところもあるから手伝ってくれたりもします。基本自分で焼いていくんだけどね。このごっついお肉を本当に焼けるのかなって思って見てるんだけど、ちなみに上の部分は皮ですね。ということで、見た目がものすっごい僕が知ってるトントロとは違うトントロをがっつり食べていきますか。これちなみに2人前入っています。いい感じに焼けてきたら切りやすくなるんで、切っていくとこのような形に。ちなみに切るの超手伝ってもらいました。でかすぎてね、切るの本当に難しい。これ店員さんがね、ものすごい丁寧に素早く切っててね、どうやってるんだろうって眺めてたら、僕が切った分全然なかった。ハンジョンサルは僕も韓国で食べたこと全然ないのでね、果たしてどんな味をするのか楽しみですね。焼き目がしっかりついたら OK です。サービスでケランチもついてくるらしいです。これお肉頼んでるテーブルの方々みんなケランチもついてきてましたね。やっぱりサービス精神はいいですね、焼肉屋さんだし。じゃじゃーん。僕はスンドゥブチゲも追加で注文しています。豆腐が柔らかいのたっぷりって書いてあったから。そしてお肉もいい感じです。じゃじゃーん。焼けたかも。ちょっと暗くてあんまわかんない。塩があるので塩につけて食べていきますか。またチゲがあるんですけど、チゲは豆腐だったり野菜、基本ネギだけど、あとは少し小さめにお肉がカットして入っていますね。そしてチゲを注文したらお米がついてきます。このお米何に使うかっていうと、このチゲに投入します。あんまねやらないと思うんだけどね、韓国スタイルではね、もうこんな感じでドーンってチゲに思いっきりそのまま米投入してなじませます。こうやって食べる方が美味しくて、で店員さんがもはや持ってきた時に、このご飯はチゲに投入してねって言ってたんで、皆さんチゲ頼んだら真似してね。さて時間が経ってしまったので、しぼんだケランチム。ケランチムはまあ普通のケランチムじゃないでしょうかね。卵の蒸し焼きなので、よくあるケランチムですね。これはまた今回僕スンドゥブチゲ頼んでるんだけど、テンジャンチゲもありましたし、冷麺も
あって、韓国の方は冷麺頼んでる人も多かったような気がするな。そして小さな産地だから一口食べやすそうっていうことで、こんな風に皆さんも食べてね。薬味には明太子もあったから、なかなかレアじゃないかな。そんなお肉とチゲなんだけど、まず値段をね、先に言おうかなと。ということで値段、お肉が1人前19,000円を約1,900円で 180g 入ってます。これ2人前今注文してて、チゲはスンドゥブチゲ9000ウォン約900円です。またこのお店は2人前以上お肉は注文しなくちゃいけないっていうので、そこだけご注意ください。まあそんなね、ハンジョンサルか食べてるんだけど、まずあんだけ分厚いトントロをね、僕人生で食べたことなくて、食べてみたらすっごいですね。お肉の塊食べるってこういうことって思った。ものすっごい肉の旨味が出てきて、脂っこいっちゃ、まあ脂っこい部分は多いんだけど、想像してたよりかはまだマシ。むしろ美味しいのが勝っちゃうから、脂っこさは途中までは全然気にせずに食べてるな。僕は量結構食べてるんで、途中からもう脂っこいなとか思ったんだけど、ただこんなにブロック状で皮もつけてがっつりとしたトントロを提供してるお店ってなかなかないんじゃないかな。あるかもしんないけど、僕もあんまり見なくて、なかなかに面白い焼肉屋さんです。豚肉の中でも最高の部位って言われてるみたいなんでね、それはでも食べてみて旨味出てたからわかるわって思った。スンドゥブチゲはそんなに辛くないからめちゃくちゃ食べやすくて、まあ、赤いチゲみたいな感覚でした。途中でトントロをコンコンコンってチゲの中に入れてお肉の上に溶け込ませて飲むスープもかなり良かったなって思う。他のケランチムとかおかず出てたやつとかはまあ普通に美味しいかなっていうお店ですね。基本韓国人のお客さんしかいないんだけど、日本人のお客さんグループで来てて、たまたま入ったみたいな話を盗み聞きしたんですけどね、美味しい美味しいと食べられてましたよ。サムギョプサルを、ハンジョンサル注文してたの僕と韓国人だけですね。イクソンドンってカフェとかベーカリーとかそういうのはね、結構お店特化してるんだけど、もちろんね料理屋さんもあるんだけど、韓国料理自体がそんなに数多くなくて、人気なのもタイ料理とかフレンチとか、まあ、パスタとかそういうお店が人気で、料理ってなったらがっつりとしたグルメってなるとイクソンドンのおしゃれ地からちょっと離れたこういうローカル店になってくるんですよね。なんでイクソンドンでがっつり食べたいっていう時にはここ知っておけば役に立つんじゃないかなっていうことで、ポイントを3つ簡単にまとめていきます。まず1つ目のポイントが圧倒的な旨味のお肉っていうところ。かなりこってりとはしてるとは思うんだけど、うまさに関してはしっかり担保されてます。続いて2つ目のポイントがかなりのボリューム差っていうところ。量も本当に結構あって、僕サムギョプサル2人前とかペロって食べれる方なんだけど、意外に結構今来てるね。最後に3つ目のポイントは外国人でもしっかり入れるっていうところ。もう外国人、日本人たくさん来るエリアだから、日本人の対応とか皆さん慣れてますわ。なのでね、そこは安心していただければいいかなって思います。店員さんも外国の方いたしね。ってことで今回も総評結果を述べていくと、味5、コスパ5、接客4、清潔感3、総評結果は推し、友達に紹介したいレベル、卵は済みだーってことで、イクソンドンチラッと見ながら帰ります。隣にもカフェがあるんだけど気になるんですけど、とりあえずイクソンドンのメインの方行きますか。いつも行く方ですね。みんな基本こっち側いるから、皆さん基本こっち側で楽しめばいいと思うんだけど、今回紹介したようなグルメを食べたいっていうことであればローカル側の方行くのがいいですね。左手にはミルトーストあんま並んでないな。そしてカフェオンってお店が隣にあったんだけどなくなったっぽい。マンゴーピンスありますね。食べてみたい。そういえばかき氷の季節になったな。イクソンドンもピンスのお店あるんですね。ちょっと気になるんで、またマンゴーピンスとか涼しい食べ物を攻めに行きますか。ってことで今日はここまで。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。 X、Instagram 毎日投稿してるんで、よかったらフォローしてね。お店の詳細情報も概要欄に書いておきます。それではまた次回、アニョーン。